実演シルクです。穴の開いていない綺麗なシルク、こちらに穴を開けます。穴というか溝ですね。よかったらこの中指突っ込んでみてください。どうぞゲッチュー。あれ抜けない抜けない実系で、はい、まあそんな冗談を置いといて、先ほどまで捨てたタバコをこの中入れますね。で本当に穴開けます。あっちでギュギュギュッとね押し込んでいっちゃいます。あっつあっついっす。でもこの状態でフッと息吹いてあげると冷えます。そして穴も全く開いていません。実演。はい、では解説していきます。2種類のタバコの消し方です。火のついたタバコを消そうに関しては特殊な道具が必要になりますので、おまけとしてテクニックだけでできるタバコの消し方も入れておきました。まずは1つ目の火のついたタバコの消し方です。これに関してはタバコマジックをやってるマジシャン全員がねやってるようなネタになるんですが、様々な演出が考えられます。まずは実演でやったものを解説していきます。1つ道具が必要になるといって、過去にも一度紹介しているんですが、こういったものが必要になります。親指ですね。サムチップと呼ばれるものです。でこのサイズに関してもキングサイズと呼ばれるサイズがあって、そっちの方がやりやすいのかもしれませんが、僕はやったことないので一番普通の定番サイズを使ってます。硬いタイプでも柔らかいタイプでもどっちでも構いません。で僕は何も加工せずそのまま消してしまうんですが、そうするとこちら見えるか分かりませんけれども焦げたりします。柔らかい方も同様に焦げるんじゃないかなと思います。で加工に関してなんですけれども、携帯灰皿の中にある銀色みたいなやつあるじゃないですか、膜みたいな、それをくっつけたりとかしてる人もいるかもしれませんし、よくあるのはおそらくティッシュとかを濡らしといてこの中に入れておいて、タバコをこの中に突っ込むわけですが、そのティッシュが濡れてることで火がまあ消えていくっていうものだと思うんですけれども、ティッシュ濡れてるんで燃えたりすることはないと思うんですけれども、僕はやったことないんで、まあ、そこはね各自でいろいろやってください。この感じでね中身ね真っ黒になっちゃいます。洗えばねある程度は綺麗になるんですけれども、焦げついたところはねどうしても黒くなってしまうと思います。なのでサムチップはね2つか3つ買っといて、1つはねタバコ消すようにしといた方がいいと思います。僕は結構適当なんで普通のサムチップに普通にダイレクトに突っ込んで、これは僕指で火傷したことないんですけれども、火が完全に消え切ってないとこう親指はめた時に若干熱いかもしれませんので、このマジック終わってずっと放置するともしかしたら煙出るかもしれませんので、マジック終了後は綺麗に気をつけながら処理してください。本当にねタバコ系のマジックって危険で、僕がねよくやってたタバコ食いっていうマジックがあるんですけれども、最後ねまあタバコを消してティッシュにくるんだりするんですけれども、タバコがね完全に消え切ってなくて、途中から袋の中からね煙が立ったこともありますので、本当に気をつけて行ってください。これはねそこまで危険なネタではないと思いますし、まあ最悪火なしでもね消すことできますので、タバコに火をつけないルーティンのラストとしてやってもいいかもしれません。大体の方はいくつかタバコのマジックやった後の最後にタバコを完全に消して終わるみたいな、このようなルーティンの流れが多いです。前置き長くなりましたが、ここから手順の説明をしていきます。でタバコはこう長い状態でも消すことできるんですけれども、タバコのマジックとかいくつかやったりとか多少吸ったりして終盤とか、まあ、短い方が単純にやりやすくはなります。そこはいろいろ試してみてください。今回はまあ解説なんでね長い状態でやっていきますが、いろんなやり方考えられます。こうよくあるのがね、もうシルクとかじゃなくてお客様の服の中にタバコをぶっ込む。そうするとやめろみたいになって非常に盛り上がるんですが、やり慣れてない方がやって本当にタバコの灰が落ちたりして高級な服だったりするともうマジシャン生命積むと思います。なので最初のうちは自分の服かシルクを使ってください。でサムチップはポケットとかねどっかに入れといて、このマジックを行う直前に指に右手ですねはめておきます。ではめたらこちらのシルクを見せます。でシルクの下にこう手を入れて筒状にします。そしてこう人差し指ぶっ込んで空洞を作るわけですね。で相手にこの中に何もないことを確認させます。あんまり無言でねやりすぎるのもどうかと思いますので、じゃあもう一つ使うものはって言いながら、このままサムチップをこちらに移動させました。こちらのタバコですと言ってタバコを示します。でよくあるのがタバコの煙を口に含んで煙を吐いて消すみたいなのあるんですが、それやるとちょっと喋れなくなっちゃうので、今回はこのままタバコをこの中入れていきます。こんな感じで確実入ってることを一瞬見せます。そしたらあとは何でもいいんですけれども、人差し指でぶっ込んで中指とかでもぶっ込んで、で親指でぶっ込んではめてがっつりはまったら
ここ拭くようなジェスチャーですね。ジェスチャーを入れて、まあ、タバコの灰が落ちちゃったよみたいなジェスチャーで拭いて、そのまま取ってきます。で、取ってきてこのままふっと息を吹いて、もう消えたことを見せます。で、消えてるし穴も開いてないよねというふうにこのように示して演技終了です。で、ここはまってる状態ですね。まあ、あとは隙を見てポケットに処理すればいいだけです。ポケットの中も汚くなりがちですので、その辺も注意しておいてください。まあ、サムチップの中でね、こんな感じでタバコがうずくまってる状態になります。で、あとはこれ取るのはね、もうどんどんトントンと落として取ってほしいんですけれども、これなかなか詰まってたらこうもう指でね、こう無理やり取り出すしかないですね。まあ、簡単に言うと以上なんですけれども、僕別にシルクなしでやることも多かったですね。こちらにまず火をつけた状態でこうサムチップ持ってますよね。最後のマジックの段階で手に筒状を作りながら、この中に手の中に入れるとか、まああのお札を巻くとかいろいろあるんですが、細かい部分は別チャンネル、もしくはまたおいおい解説していきます。このまま突っ込んでなんか、ふーっと息を吹くと、このまま消えてなくなりましたっていう形ですね。サムチップの基本の見せ方はこうなります。こうじゃなくて、この正面だったらこれでね、色が多少違えど気づかれません。消えました。どうもありがとうございました。みたいな感じですね。こうすれば、サムチップさえ持ってれば、お客様のタバコを借りて、タバコで色々やった後に、最後完全に消すこともできるよっていうものになります。今回使用しているサムチップに関しては、バーネット製のクラシックタイプだと思います。とにかくその場が盛り上がるような、プロ仕様のマジックになってます。タバコマジックやらないという方もね、超有名な古典マジックになりますので、覚えておいて損はないかと思います。そしたら二つ目のテクニックで行うタバコの消し方です。タバコの先が下を向くようにします。で、ここ軽くね、ギュッと潰してあげた方がやりやすいと思いますし、やってる途中でね、まあギュッと潰れちゃいます。そしたらすべて後ろからの目線でお見せします。人差し指、中指の間にこんな感じでね、挟むわけです。挟んでこのように示します。そしたら、この状態で手を立てて、ギュッと握ったようなふりをしますが、挟まってるだけですね。挟まってるだけで、このままうにょうにょっとやって、このままタバコないよと示します。そしたら、このようにして、これ見えないように注意しながら、また立てて、またつまんで、こっちにもないよ。そして、こちらでキープされてますので、若干体を動かしながら、このまま伸ばしながら、こっちにもないよと示します。そしたらこのままキャッチしに行って、あとはキュッとおまじないをかけて、このままタバコを出現させます。流れでやると、こう来て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 、こうですね。フラッシュしやすい、見えやすい部分は、まあ、ここの最初の部分と、ここの畳む部分ですね。ここ注意しながら行ってください。そして、このままこう行くんですが、ここで挟んでキュッて持ち上げてあげてもいいですし、そのままキープした状態で右手で取りに行くだけでもいいと思います。そしたら、このまま体を若干動かしてあげた方が角度には強くなります。このようにして、タバコをキャッチして、あとは指別に鳴らさなくていいですね。このまま取り出せばいいです。はっきり言ってかなり角度には弱くなってきますので、ステージとか、まあ、正面にしかお客様いないパターンとか、そういった時に使うものになります。で、過去に定番のこういったタイプのものも解説してます。こっちの方が、まあ、火つけながらでもできますし、より角度を調整して行いやすいので、こちらを覚えてない方、こっちから覚えた方がいいと思います。この動画に関しては下に貼っておきます。